はいこんにちは沖縄おばばですはいうんぎあさん可愛い,いですねねうんぎあさんが可愛い,いお顔してますよ、ね、はいえー、今日もねナチュラルなねニュースさんからですはいえー、ナチュラルなニュースさんねえー、あのセーブザクイーンのお国ですねセーブザクイーンのお国はいえー、デジタルなねアイディですね デジタルな ID をーもしあの政府として、ねえー、取り入れるっていうことを発表してます。えーまあ、理由は、ね、いろいろあるんですけどまずは、ね、スピードです、はい。速いということですね。そして、えー、いわゆる、ねえー、次に費用対効果です、まあ。言ってみればコストがかからないってことですね。 はい。ということで、えー、まあ、我が国もね、はい。どこの国でも、あの、デジタルな ID を、まあ、取り入れようっていうふうに言ってますけど、ちょっとね、これ考えものですよね。はい。皆さんもわかるようにね、いわゆるセキュリティです。はい。ええー、いろんな国がね、あの、セキュリティっていうか、まあ、情報漏洩してますね。はい。 えー、そういうことで、セキュリティがね、えー、不確かだっていうことです。もしね、あの、悪意のあるね、えー、ハッカーですね、ハッカー。はい、ショッカーではありませんよ、ハッカーですよ、はい。はい、ハッカーがね、悪意のあるハッカーがやってきてね、えー、いろいろとね、情の、情報をね、こう、書き換えたりとか、えー、そういうものをね、ネットにね、流出させたりしてね、えー、もう、 あの、なんで国民全体を危険にさらす可能性っていうのがありますよね。はい。これ重要な問題です。日本でもありましたよね。あの、重機カードでしたっけはい。あれが出た当初ね。情報漏洩難減した、難減したってやってましたよね。だからね、私マイナンバーカード作りたくないんですよ。 もうねこういうね、えー、危険性セキュリティの脆弱な危険性っていうのがね、えー、隣り合わせですからねはいもう本当にねこういうことはね、えー、もうなんていうのかなそういうセキュリティ面での おまあ、基盤がしっかりしてからやるべきことで、それができない、ハッカーを防げないっていうことだったら、まだまだちょっと時期早々ということになると思いますよ。はい。え、もう一つです。もう一つあります。はい。実はハッカーとかね、セキュリティ面での危険性っていうこともあるんですけど、もう一つあります。はい。もしね、えー、あの、アウトの政府が言ってるようにね、 太陽のね、フレア、強力なフレアがあって、えー、その電信の中のね、えー、記憶がね、飛んじゃうっていうことになったら、こちらの、当然なんですけど、こちらの ID のね、記録も全部飛んでしまいますよね。はい。ここら辺のことはどう考えているんでしょうか自ら発表しているのにね。彼らがね、太陽のフレ,フレアでね、もう、 とんでもないことが起こる。もう全部ね、電子機器が全部ダメになるって言ってるのに、もかかわらず、デジタル ID ですね、えー。非常に矛盾しているんじゃないんでしょうかという話です。はい。まあね、ね、えー、あげればたくさんキりがないんですけど、まあ、主なね、危険性はこの二つですよね。はい。一つはね、 か悪意のあるハッカーによってね、情報が朗々の栄栄、えー、したりね、はいえー、書き換えられたり、はい、そういった可能性をね、えー、無視していますね、はいえー。過去に何度もこれは起きています、はい。日本でも世界でも情報漏洩は起きています、はい。そしてもう一つは太陽フレアでね、電子機器が、ね、ダメになるって言ってるのになぜ デジタル ID を推奨ししていいるのででょうかというかととこすもう太陽フレアがね来てね本当にダメになったらあのデジタル ID も全部ダメになりますから、はい、この辺のことを解決して、えー、いただかない限りねちょっと危ないんじゃないかなと思いますよはいまあそういうことでございます。 はいまあ、まだまだ上げるときりがないんですけど、まあ、ちょっとここら辺からはね、あの個人的な感想になるので、はい、客観的ではありませんのでね。えとりあえず、こちらの記事ですね、はい、貼っておきますので、どうぞ皆さんね、見に行ってください。よろしくお願いいたします。かわいいお顔で寝てますねあ。いい子ですね。えーあー